蓮舫挑発国民民主党玉城一郎立憲民主党の蓮舫さんが記者会見にて質問した記者に対してどなたごめん別件すぎるなどと暴言を吐いた問題で16日に国民民主党の玉木代表が記者会見にて別件 OK ですなどと複数回発言され蓮舫さんを揶揄したものと思われますが実際にご覧いただきますと。 私の別件 OK ですで, <laughs> いいですか。ありがとうございます。はい、別件 OK です。はい、あの <laughs> <laughs> <ん>このようになっておりまして、まあこちら国民民主党は、まあ、記者会見がですね、和やかな雰囲気で行われておりますけれども、蓮舫さん参考にされてみてはいかがでしょうか。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。